はい、そっか、速塾の久保でございます。本日もですね、私のメールボックスに来た案件の中から一つ紹介したいと思います。えー、今回ですね、初めて、えー、アプローチしてくださった会社の方ですね。えチャイジングキャラオットスタジオアドバーティスメントって書いてますね。まあ、あの、いろいろとめんどくさいんで翻訳しましょうか。ポンと。 そうするとこうなってます。こんばんは。私はあなたを邪魔しなかったと思います。まあ、こんにちは。あお世話になりますって感じですよね。で、私はこの会社の PR マネージャーの一人ですがああの、私たちはあなたと取引を希望しております。私たちはゲーム開発事業をしているんですが、最近 Steam っていうね、えー、そういったコミュニティで Good Company というゲームをリリースしました。つまり新しいゲームを作ったんで宣伝してくださいってことです。で、私の YouTube ね、 距離 TV で宣伝したいと思うんですが、いかがでしょうかと。予算は決めてくださいと。要するに私が広告料をこのぐらいくださいというふうに要求を出せばいいよってことなんですよ。で、えっ、ー、と、それをお,お支払いさせてもらいますと。興味があったら知らせてください。キャラットスタジオをこれからもよろしくお願いしますということでございます。で、えー、こちらの方にね、えー、ファッツアップとかね、えーまあ、中国系のアプリなんでしょうね。メールアドレスとか書いてますので、でもこちらは、 あウェイボーでしょうね、えー。ウェイボー。ウェイボーかファッツアップで連絡してくださいということで、えー、中国の企業ってことがわかります、えー。私のね、このイン隠居 TV っていう,う YouTube チャンネルに、まあ中国のアプリなり、中国の会社を宣伝するように、こういうふうにメッセージが来てですね。で、ギャラも先払いしてくれるそうなんですよ。で、こういった形の広告に応じることっていうのは、私は今まではなかったんですけども、あの、ギャラがね、結構いいんですよね。だからこれから使っていくことに、 まあならないと思いますけどもね。私自身がこのスチームっていうところを使ってないのと、ゲームをすることにあんまり意義を感じないんでね、そういった自分が意義を感じないものを人に広めるのはね、あのー、あんまり気が乗らないんですよね。ということでやらないと思いますけども、こういった感じで私のところにはね、あの暗号通貨の投資ですとか、商品の広告の依頼とかね、今回みたいなゲームの 拡散とか全てギャラは前払いで、えー、私があいくつかねあのギャラの設定をしていいよってことなんで例えばあ30秒の広告を出すんで10万円くださいみたいなことは全然通ると思うんですよで毎日1個私のたくさん作る動画の中で毎日1個10万円をもらえる動画をこれでもう作れるってことなんで、えー、例えばね、あのー、1週間に1本 やるとするじゃないですか、広告動画を。それで10万ですから、4週間やったら40万なんで、結構それで食,食べていけるでしょっていうことなんで結構人気でですね、そのうち、この案件を受ける人が増えれば増えるほど、広告料っていうのはね、過渡競争になってきてえ、10万円だったものが5万円なり、5万円だったものが3万円なりって感じで、だんだん安くはなると思うんですよ。うん、まあそういうふうな形でね、えー、私の方も案件結構ありますけども、これから、あの、私の動画の中にね、あ、これ案件じゃないかな、みたいなね。 ま、そんな動画がもし見かけるようでしたら、あ、ついに久保さんもやるようになったんだなと思っていただければと思います。今のところ広告に手を出すほどね、困っていませんのでやりませんけどもね。えー、ということで今日は案件の紹介でした。皆さんもね、YouTube を始めるとこういう案件が来るかもしれません。結構あの、YouTube だけで暮らしていくことって簡単なんですよ。こういった案件来ますからね、参考にしていただければ幸いです。